番組ではあなたからのメールを待っています受付メールアドレスは岡村アットマークオールナイトニッポンドットコム岡村アットマークオールナイトニッポンドットコムパソコンスマートフォンで聞きたいという方は日本放送のホームページからラジコのバナーをクリックしてください岡村隆のオールナイトニッポン、えー、皆さんもねご存知の方多いと思いますけどもお我らが出川哲朗はですね、えー、我々があ思うて 言ってたよりも、早くに天国の方に行かれて。 本来なは58ぐらいまでは、出川家っていうのは、生きるんだというふうに思ってた矢先なんですけども、思ってるよりも早く天国に行かれました。先週ね、ちょっとお話させていただいて、なんか奥様となんか、奥様が作った、なんかお弁当を持ってロケに行ったっていうあんなもん嘘や言うて、え、ー 言うてやったんですけども、そんな中で、えー、お話ししてたら、あ骨折なんですね。<laughs> 骨折、なんか、足骨折したみたいですどうやら。えー、まあ、あの、昨日ですね、昨日ロケしてて、で、一旦こう、ロケバスに戻ってきて、ぱっとこう、なんかニュースパーって見たら、出川哲朗、骨折って出てたんで、一応、 わーっと思って、すぐこう、電話したんですけど、即留数になってて。で、一応大丈夫ですかって言って、えー、メッセージだけ残したんですけど、一向に帰ってこなくて。で、今日も一回ちょっと電話したら、あのー、なったんですけど、出なかったんですよ。で、出なかったんですけど、おそこで、えー、まあ、これ、もう非公式としましょう。非公式のレガー哲郎からの、 えー、コメントが来たんですね電話かけたにもかかわらず、えー、まあ非,非公式ということにしましょう、えー、出川さんから「何度も電話ありがとう大丈夫ですただたくさん仕事キャンセルになったので残念です」っていうメールが送られてきたんですねですぐにこのメール返して「すいません」と おー、ナイテナイのオールナイトニッポン、あのー、のリスナーに公式のコメントをくれと、と<ん>いうふうに <laughs>、メール入れたら、すぐ電話パーン変わってきて、おい、小僧と <laughs> <laughs> 公式のコメントくれって言ったら、<laughs> おい、小僧つって、お前さ、選手なんか言ったろっ俺の耳に入ってきてんだぞ。あ、怪我はどうなんですか怪我なんかかすり傷だよ。怪我なんかどうだっていいんだよ。 お前な、あの、お弁当の一件、あれをお前言ったろって言われて、あ、言いましたってって、あのな、あれはな、俺が、こう、ロケ行くときに、まあ、いつも薬飲まないといけないから、その薬を、 飲むために、食後でないと薬飲めないから、だから、うちの優しい嫁が、おにぎりを結んで持たしてくれたんだよ、薬飲むために。だからな、お前な、ちゃんと言っとけよ、ラジオで。って言われて。それと、いいか、小僧。いや、岡村隆。足が治ったら、お前、ボッコボコにしてやるからな。覚悟しとけよ。ってリスナーに言っとけって言って切れました。 これが公式の、デガーテスロの公式のコメントで、非公式、非公式つまんないんですよ。何度も電話ありがとう。びっくりマーク。大丈夫です。びっくりマーク。ただ、たくさん仕事キャンセルになったので残念です。びっくりマーク。まあこれはもう本当に非公式にさせていただいて、えナイティナインのオールナイトニッポンの <laughs>、リスナーには公式で、 まあ、足が治ったら、ボコボコにしてやるから覚悟しとけ、と、ええー、いうことを、あのー、言ってましたので、ええー、もうね、ラブセックスも、えー、もうね、最終回と、というふうに思ってましたけれども、おまた多分、あのー、足が治ったら、殴り込んでくると思うんですけども、その時は、年末あたりですかね、<laughs> おい、この野やろう、って言って、よくも言ってくれたな、で、ために貯めて、 多分、戻ってくるかもわかりませんけれども、本当に、あの、なんでしょう。わかりやすいですね。ほんまに、公式で、公式でないないのリズナーに、コメントくれってすぐですよ。<laughs> おいこ、かざ電話口で。<laughs> 言うてましたわ。でも本当に、あの、あれや、あの、言うてました本人が、やっぱりその、太ってる、太ってたらダメだと。 やっぱその体重が全部かかるから、あのー、ちょっと、あの、絞らなきませんね、って言って、言ったら、うん、そうだね、って。寂しそうに、ちょっと、言うてましたけれども。<laughs> まあ、あのー、その先週言うたね、お弁当の、うせやっていう話は、本人が、ま、否定してますので、一応、ま、でも、僕は怪しいとは思うんですけれども、 まあ、お薬食後に飲まなかんためにおにぎりを結んでくれたそれはしっかり言っといてくれって言われたんで、一応言っときますけども。えー、まあ、あボコボコにするって言ってますけども、もし来たら、僕はもう足しか狙いませんので。<laughs> <laughs> あいつがもしこのを、どっ来たら、まず足だけ狙って、<laughs> もう一回、もう一回追ってやろうと思います。 ししかし首の骨以外全ての骨を折ってきた俺からすれば足の指なんて何ともないすぐに直してまたリアクションしてみせる俺はそうしてきた0点岡村隆のオールナイトニッポン OL 役だったので春らしいお上品な衣装大人な余裕シャクシャクシャク弓子でした36点岡村隆のオールナイトニッポンさあここで本来のゲスト本当の真のゲストをご紹介させていただきたいと思います <laughs> 横澤夏子さんです よろしくお願いしますごめんねもうなんか変なおっさんがさ <laughs> 途中からひょこっと出てきてなんかほんの告知したからねこれ,これ軽く出れるものなのかなって思ってたいやいやほんま、あれ分かんのよあれ分かんねんけど <laughs> そうなんです、ねまあ、今回あの,そのうちのチーフマネージャーだった大谷茂雄さんが、はいえー、見事無限大の火元責任者になられて <laughs> えー、火付け役になるということでですね。すねえー、それでこう、あれでしょ大谷さんが初めて仕切った、その無限大の大会みたいな。はいね、穴だらけの大会。<れ>ね、<laughs> 穴だらけの大会がある。っ,と言ってルールがちょっとあまり。そうそう、なんか、<laughs> この、このルールには穴があるって言って、若手。